度は葵とさくらで決めて。で、さくら、ちゃんと起きてる？朝弱いのにごめんね。はい。ちょっとまだ眠いのですけど、大事なお話ですから、大丈夫です。昨日のことは僕が不注意だったのが悪いから。それに、おにぎり美味しそうに食べてくれたよ。ああいう食べ方する人に悪い人はいないと思うんだ。私は、最初は驚きましたけど、外国からのお客様を放り出すのは、道義にもとると思うのです。その以来に男の子がいた時期もありますし。ごめんなさい。外に放り出すのはやりすぎた、と思う。だから、昨日のことはこれでおあいこってことにして、水に流して、やらないでもないっていうか。
というところ遠慮がないわね。邪魔をしない。おとなしく座ってなさいってば。
ないんだけど、台所を自分の城だと思ってるから、その辺だけは気をつけた方がいいよ。作ってみたけど、君はどれが好きだった？